かテイク2とかテイク1とかあるの？電車で、電車で。ではベテルの風の質問をさせていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。サラダサバの原料、加工前を見せてください。はい。よろしいでしょうか。はい。大丈夫です。はい。それからサラダサバを作る工程は何工程ありますか。あ、そうですね。工程で分けるともう10工程くらいありますね。はい。あ、それからサラダサバとサバの水煮の違いを教えてください。あ、はい。サラダサバは春先のですね、脂質、油がですね、ちょっと低い、脂質の低いサバを使用してまして、春先のですね、春サバって言うんですけど、春に取れるサバに、脂質が低いので、それに野菜風味の、味付けと、あと油を入れて、油漬けになってます。で、サバの水煮は、秋から冬に取れる旬のですね、油の乗ったサバを使用してますので、本当に食塩のみで味付けしてます。はい、三郷の工場には1日でどのくらいの材料が届きますか？はい、サラダサバですと1日、サバがそうですね、5トンくらい運ばれてきます。三郷の缶詰工場はもともとここにあったのですか？いえ、震災後にですね、移動してきました。はい、なので2013年から、はい、スタートしてます。作業中 BGM を流していますか？いえ、流してないですね、それは。はい、以前働いた会社で棚卸しに苦労しました。日野屋さんの棚卸し作業も大変でしょうか？はい、大変ですね。そうですね、結構あれですね、結構詳しいところですね。大変です。商品数がたくさんありますので、なかなか在庫がぴったり合うってことはなかなかないですね。コロナ禍で苦労している会社もたくさんあります。日野屋さんとしてどんな対策を取られていますか？まあ、そうですね、まずは本当に社員がかからないように、社員のご家族もそうですけど、感染対策はいろいろやっております。はい。缶はどうやって作るのですか？具材を見せていただけたら嬉しいです。缶はですね、もう缶になった状態でうち届きますので、うん、そうですね、もう私も1回か2回しかその缶を作ってる工場っていうのは見たことないんですけど、本当に鉄板をですね、ああいう形にこう 丸めてというか型取って作られていましたね。缶詰は加熱してから缶に入れるのですか？缶ごと加熱するなら、その機械を見せていただけませんか？あ、はい、そうですね、サバの缶詰に関しては、生の魚を缶に詰めて、で味付けのタレを入れて、一回蓋をしてから、缶の外側から加熱します。はい。で、魚種によってですね、缶に入れる材料によっては加熱したものを入れる商品もあります。綾のサバ缶と通常のサバ缶に使われているサバの違い、現物で見せていただくことはできませんか？あ、今ちょっとないですね。はい、旬の時期になれば、はい、いくらでもありますけど。ラベルを貼る前の缶を見せていただけませんか？あ、はい、そうですね、はい、大丈夫です。はい。
ありがとうございました。終わります。はい、ありがとうございます。